日本の教育者、栃木県生まれ、栃木市販学校を経て、東京高等市販学校卒業。福井、群馬、京都女子の各市販学校の教師を経て、1919年に千葉市販学校付属小学校の主事に任せられる。同校では教育の確立性を廃止、子どもの自発性、自主性を最大限に発揮させるという自由教育を提唱し、 その名を全国に知られるようになる。1920年6月9日、授業を公開した。1921年8月、東京市販学校の講堂で開かれた8、大教育主張の大会で、自由教育論の演題で講談に登った。1922年1月22日、茨城県知事、森谷源次郎は、軍師学会議で、手塚の自由教育を批判し、 3月5日、検討局は、水戸市での手塚を講師とする研究会を圧迫した。1924年3月、自由教育を創刊した。その後、1926年、千葉県大滝中学校校長となるが、配属症校の先導によって、校長排斥運動を生徒らが起こしたことが原因となり、辞職に追い込まれる。1928年、東京で、 自由が丘学園を創立するが、道半ばで病没する。公立小中学校教諭を歴任。従来の公教育に飽きたらず、その自由主義的教育の理想を掲げ、幼稚園、小学校、中学校からなる自由が丘学園を創設するも、手塚の死去によって学園は苦境に陥る。自由が丘学園は、中学校が富士滝作に、幼稚園、小学校が、 共栄学園として小林隆作に引き継がれ、囲碁別々の発展を遂げていった。ありがとうございます。